こんにちは。こちらのお人形、懐かしいと思う方もいらっしゃるかもしれません。タイニードールアリスちゃんです。元はこんな顔なんですけれども、こちらのリンクにもあるようにカスタムリペイントして魔改造したものがこちらです。今回はこのアリスのヘアスタイルをもっとゴージャスにしたいと思います。植毛の関係で髪の毛がちょっと足りない部分があるので、この部分を隠すようなヘアスタイルにしていきたいと思います。なるべくゴージャスになるように前髪をつけるなどして雰囲気を変えてみたいと思います。まずは地肌が見えないように髪の毛をくくってツインテールにしていきました。輪ゴムで結ぶのがちょっと難しかったので糸を巻きつけて髪の毛を結わえていきました。このままでも十分可愛い気はしますけれども、今回の目標はゴージャス。髪の毛にウェーブ加工をしていきます。まずは髪の毛に軽く水をつけて髪の毛を三つ編みにしていきます。この辺で何をするかなんとなくお気づきの方もいらっしゃると思います。はい、そうです、お湯パーマです。三つ編みにした髪の毛にお湯をつけると髪の毛にウェーブの型がつくようになります。こんな感じで編み終えましたので、次はお湯を準備します。ここからは熱湯を使用するので、やけどには十分ご注意ください。入れました。片方ずつ約1分くらいだったかな、お湯につけていきました。耐熱性の髪の毛でしたら熱湯で茹でるなりするんですけれども、この髪の毛は耐熱性ではなかったので、お湯に浸す形にしていました。両方とも浸したら、冷却して乾燥させます。自然乾燥でもいいのですけれども、時間短縮ということでドライヤーで乾かしていきました。で、乾かす際に前髪をここで一つやらかしで、実際やってると私この髪の毛をちょっと溶かしてしまいました。耐熱性ではない髪の毛なので、やはり近づけすぎには注意してください。本当に髪の毛が溶けてしまいますので気をつけてください。なるべく変な癖がつかないように、そして髪の毛が溶けないように様子を見ながら乾燥させていきました。そろそろ乾いてきた頃と思います。では、制作中のそのままの音声をどうぞ。うまくいってるかどうか、一本外してみたいと思います。ドキドキ。あ、でもそんなね、むちゃくちゃきつくはないけど。いいよ。こんな感じでウェーブヘアに外していくと、やっぱりちょっと熱湯というわけじゃなかったのでかかり具合はちょっと緩めでしたけれども、優しい感じのウェーブが出たと思います。具合にもよるんだ
これだけ見ると結構ゴージャスな雰囲気になってきたかななんて思います。それで飾りとして糸で縛ったツインテールの部分を細い三つ編みで隠していこうと思います。この感じで見ると結構可愛い雰囲気になったんじゃないかななんて思いました。ちょっと毛量の問題もあるので、ちょっとまあこの辺でちょっと一旦なりますが、まあ、こういう感じで、この辺はリボンをつけたらもっとゴージャスになるのではないかななんて思いながら遊んでいます。やっぱちょっとお洋服がちょっとこうなんというか元のままなので、なんかちょっといまいちゴージャスさが足りないなーなんて思いながらリボンをつけて遊んでみました。でこのあと再び私はやらかしをやってしまいます。それは髪の毛をまとめようとドライヤーをまたかけてしまったんです。ドライヤーの熱のせいでせっかくのウェーブがもうかなり緩くなってしまいました。ゴージャスになってたはずなのに、加工前のストレートヘアよりは多少ゴージャスになったような気はしますけれども、予想していた形よりは多少地味になったんかななんて思ってしまいました。こんなアリスでも可愛いななんて思ってくださったら、ぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。